どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ね、私は大阪の、南海、南海難波駅だったかな、こちらに来ております。で、この駅はですね、ビザタッチで電車での改札が通れるということですので、ちょっとね、私やったことないので、やっていきたいと思います。このままね、関西国際空港に向かうわけなんですけども、本日はね、ここから動画開始したいと思います。せっかくなんでね、果たしてね、この iPhone のビザタッチでね、通れるのかって、まあ通れるんでしょうけどね、まあ、スイカとどんな感じで違うかっていうのをね、お見せできればなと思います。では行ってみましょう。ではね、この画面にしていきたいと思います。これと合ってるのかな、もしかしたらね、これでなんかスイカが反応しそうな気もするんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。ということで、改札通れましたね。ちょっと見づらくて申し訳なかったんですけど、いつもね、かざしてる IC チップとは違うところにね、タッチするっていった感じでしたね。まあ、ちょっとね、行き見づらかったと思いますので、また降りた時にね、ちゃんとお見せできるように、ね、努力したいと思います。ということで、関西国際空港まで行きましょう。では関西空港着きました。リベンジしていきたいと思います。では改めまして、もう一回行きたいと思います。ということでね、見れましたでしょうか。多分映ってたと思うんですけども、この関西国際空港のね、改札も一つだけ対応してて、別の機械にね、かざして通るということで、まあスイカよりかはちょっと時間がかかる感じはしますけども、すごい遅いわけじゃないんでね、普通に利用できるんじゃないでしょうか。ちょっとね、初めてね、利用させていただいたんで、ちょっとね、楽しかったですね。まあ関西方面に住んでる方は大したことない話だと思うんですけど、私ね、関東に住んでますんで、ちょっとね、テンション上がりました。ということで、関西国際空港着きましたので、これからね、羽田空港に帰りたいと思います。ということでね、ターミナルの中入っていきましょう。今回はターミナル1ということで、関西国際空港ね、昨日到着して今回は初めてということで、かなり楽しみですね。ちょっとね、前回この到着した時にですね、軽くね、国際線ターミナルとか見に行ったんですけど、結構ね、寂しい感じでしたね。いやー、外めちゃくちゃ暑いんだね。非常に涼しい。やっぱり全然人いなくてちょっと寂しいですね。ちょっとね、時間がありますんで、国際線のね、出発ターミナル見に行きたいと思います。まあ、ちょっと簡単に見る感じになると思うんですけども、まあ、どんな感じになってるかっていうのね、お見せできればなと思います。まあ、今運動のためにね、結構歩いてる、意識して歩いてるんですけど、なかなかね、空港の中っていうのは厳しいですね。階段が見つけられないまあしょうがないですね。はい、国際線ターミナル到着しました。もう出発ですよね。はい、出発です。はい、来ました、国際線ターミナル。いやー、これはちょっとめちゃくちゃ寂しいですね。めちゃくちゃ寂しい。もう、警備員の方、あと数名のお客さん、カウンターもほとんど開いてないんですかね。フライトインフォメーションはあるのかな。ありますね。ちょっと見えてますかね。マニラ、パリ、シンガポール、ANA と KLM、シンガポール航空ですね。SQ 飛んでるという感じですね。いやー、これは、いやー、これはちょっとね、早くね、普通に飛んでる、飛ぶようにね、なれるといいですね。こんな感じなんですよ、もう。どっかゲート開いてんのかなっていう感じですね。うん。多分開いてないですよね。まあこれからなのかもしれないですけど。ということで、
ちょっと寂しいですね。うん、本当に早くね、いろんなところに行けるようにね、なってほしいですね。階段見つけました。国内線に行きましょう。この階段で行けるのかな。ちょっと関西国際空港ね、何度も言ってるかもしれないですけど、ちょっと初めてなんでね、勝手がわからないし、この階段が、まあ階段なんで多分大丈夫だと思うんですけど。よいしょ。ここはラウンジあるみたいですね。4階に。カードラウンジですかね。あ、ここは国内線出発かな。あ、ちょうどバッチリですね。目の前が ANA ということで。あ、ありますね。プレミアムチェックインカウンター。ということで、こちらからね、チェックインしていきたいと思います。それではね、無事チェックインすることができました。今回は ANA3826B 20番ゲート GC25 分発ですね。23の F 窓側となっております。ではね、国内線出発保安検査場はどこなんだ？どこなんだ、こっちですかね。あ、この奥っぽいですね。では行きたいと思います。いや、関西国際空港全然人いないですね、うん、でもお店はほとんどやってますね。ということで保安検査済まして制限エリアに行きたいと思います。それではですね、無事保安検査終わりました。見てください、誰もいないです。誰もいない誰もいない、もうぐるぐるしちゃういや、びっくりですね。ちょっとあまりにも人がいなさすぎてですね、ちょっと聞いてしまいましたね。まあ、どうやらですね、時間帯によっては混むけど、それ以外だと全然混まないということで、びっくりですね。私の視界に入る限り、お客さんは1人。うん。いや、かなりびっくりしました。もう保安検査場もガラガラですしね。はい。びっくりしたんですけど、本当に、あ、こういう感じ。てかまあ、時間帯によるんですね。はい。まあ、今ね、私今日この便で今20番ゲートの前にいて、まあ、本日はですねこちらで羽田空港帰るわけなんですけど、目の前にも誰もいらっしゃらないと。いや、びっくりですね。まだ飛行機も到着してないので、あと搭乗までね1時間ちょっとぐらいありますんで、しばらくね、ラウンジあるのかな、ちょっとそこら辺の情報も全然今回調べないで来ちゃったんで、ちょっとね散歩したいと思います。では行きます。今ね、ここに ANA フェスタがありますね。いやー、びっくりですね。ちょ、見ます、この人のいなさ加減。本当に職員の方しかいないんじゃないかっていう。いや、すげえな、これ。いや、びっくりですね。私はね、羽田空港に帰るんですけども、こっちは東京成田空港行きの便があるんですね。これどこだろう。GK21、なんでしょうね。ちょっと見ましょうか。あ、ジェットスターですね。JAL とのコードシェアかな。はい、ということでこれも定刻9時10分ということで、まだかなり時間があるんであれですね。いやーすごいな。ここは22番ゲート、ここもジェットスターですかね。21時5分発。こちらは、あ、ジェットスターと JAL と、あとこちらはなんだ、マレーシア航空と、あとこちらジェットスター、ちょっと映るかな。はい、あ、すごいですねこれ。ハワイアン航空、クォーター、ビスト、ビスタラ、ちょっと読めないですけど、はい、まあ、こんな感じでいろんなコードシェアがされてるんですね。いや、でもね、この空港コード KIX ね、初めてね、来たんでかなり嬉しいです。ずっとね来てみたかったんですよ。ここが端っこですかね。ちょっとこの先はバス系なのかな、ちょっとわかんないんでこれ以上は行かないですけど、はい、23番ゲート前に到着しました。今日はこのゲートに発着する便はないんですかね。はい、こんな感じになってます。はい、ということで
今ね23番ゲートまで来ましたので、せっかくなんでね反対側まで行きたいと思います。今のところラウンジ見てないですね。制限エリアにラウンジないんですかね、どうなんだろうまあなかったらなかったで、そこいらでゆっくりしてから登場すればいいだけなんで、ね、あ今ねこれありましたね。あラウンジ閉鎖してんのかな、ほらラウンジありますね。あ潮吹かやってないんですねラウンジね。で他のラウンジもないということで ANA ラウンジはないんですかね、うん、なさそう。あでも25番に ANA スイートラウンジ書いてありますね。あでもここ潮吹かになってない。あってことは ANA のスイートラウンジあるんですかね、はい、ということでじゃあここに後で向かいましょう。まあ、とりあえずねせっかくなんで16番ゲートまで見ていきましょうかね。こんなことも私が次来るのはちょっともう分かんないですからね、うん、せっかくなんでゲートを見たい飛行機はこんな感じで見れます。まあ今飛行機止まってないんであれなんですけど、見ようと思えば飛行機がねある時間帯だったら、まあ、結構綺麗に見えそうですけど、あでもあれだね結構柵がありますんでどうなんでしょうかね。ここまで空いてるとちょっと複雑ですよね。やっぱ空いてる方はそれはありがたいはありがたいんですけど、今の空いてるのはなんかねいいっていうところですよね。で入ってきたね保安検査場を通り過ぎます。でここに看板があって書いてありますね。あ結構結構になってますね、うん、札幌だったり沖縄東京、まあ、東京も結構になってるんですね。まあこれからね私の乗る便ね、のお客さん多分結構来ると思うんですよね。まあなんで今のうちにね探索しておきましょう。今ちょうど19番ゲートですね。もうこれはないのかな今日の便は。ありそうですね。もう東京行き21時発。あこっちは欠航になってます。これも欠航になってますね、うん、やっと飛行機が止まってんのが見えましたね。ちょっとね多分これでもう端っこだと思うんですけど多分見れないんじゃないかな。見えないですよね。この柵の奥側にね行きますね。あまだもうちょい奥まで行けるんですね。18番ゲートはい18番ゲート到着しました。18番ゲートは飛行機あ今日はなさそうですね。で17番ゲートあで16番で、まあ、一番奥なんですね。せっかくなんで16番まで行きましょう。やっと飛行機見れる。はい来ました。いやいいですね、はい、やっと見ることができました。今止まってんのはそこと左奥にね、あれはどこだろう、息止まってるんですけどちょっと分かんないですね。あれ16番ゲートに止まってる飛行機なのかな、見たい。あ残念、ここはもうあれなんだ、これ以上行けないんですね。16番ゲートっていうのはちょっと分かんないですけど行けないんですね。これで行き止まりになってますね。この奥にね飛行機一機止まってたんですよね。 ANA じゃなかったんですけど残念見れないですね。はいということで今ね一番端っこまで来ましたんで先にこっち来ればよかったですねあのね一番端っこに ANA のラウンジがありますんで、まあ、ひとまずねラウンジ行きたいと思います。23番ゲートまで来たんですけどやっぱり今このパーテーションがかかってる奥が23、24、25でラウンジもそっちで入れないということで、まあ、多分閉鎖してるんですよねこれね、はい、ということで登場ゲートの近くで待ちましょうかね。いやせっかく歩いてきたんですけど、あの212、211と212のところ行ったらあれみたいな違うみたいな、したらそこ工事みたいなやってるわ、工事っぽいパネルが貼ってありますもんね。ということでラウンジ開いてないんですねと思います。一応聞いときますけども多分やってないんだろうな。ということで搭乗口付近で待ちましょうかね。ということでちょっと残念ですけど待ちたいと思います。いやちゃんと見なきゃダメですね。ちょうど保安検査場出たところにね案内板がありました。 ANA ラウンジはね今場所が変わってるみたいですね。まあ、変わってんのかどうなのかちょっとわかんないですけど、この左奥にねあるということでそちらに行きたいと思います。2、3人ぐらいしかいないですね。ということで
ちょっとね、飲み物いただきたいと思います。ビールがあるんですね。それをいただきます。よし、OK。それはね、ラウンジを出てゲートの前まで来ました。まあ、今ね、19番ゲート後ろなんですけど、まあ、目の前がね、今回登場する20バーゲントということで、ここら辺でね、登場始まるまで待ちたいと思います。で、まあ、今回ねスターフライヤーということで、スターフライヤーね優先登場をやっていると思いますので、おそらくねグループ1番で登場できるのではないのかなと思います。で、今ですねちょうどこのね飛行機が見れる場所にいて、どうでしょうか、かっこいいですねスターフライヤー。で、今回ね、行き来た時もねスターフライヤーだったんですけども、あ、ピーチが飛びましたね。おー、飛んだのか来たのか、飛びますね、はい、ちょっと映ってるかどうか、あ、微妙なラインですね。行き来た時もねスターフライヤーだったんですけども、ほとんどね飛行機見れなかったんで、やっぱかっこいいですねスターフライヤーの機体。今回もエアバス320だと思います。あとね搭乗まで10分ぐらいねありますので、ちょっと心入れてね飛行機見ながら待ちたいと思います。まあ、本当にね先ほどまで全然人いなかったんですけど、だいぶ人が増えてきましたね。活気がある感じになってとてもいいですね。先ほどはちょっとねあまりにも寂しかったですね。はい、ということでちょっと待ちたいと思います。それではですね搭乗ねしていきたいと思います。今回ね、グループ1番ということで、もうねゲートの目の前まで行きたいと思います。今ね事前改札サービスが始まっている感じですね。では行きましょう。それはね、登場していきたいと思います。今回は 23F ということで、まあ、ドアなんですけどね、押さえております。それはね、座席に着きました。今回はエアバス320214ですね。前回と一緒だと思います。でまたちょっとねモニターはちょっと違いますね。で上がって USB コードがあって、ここにもカップホルダーがあるんですね。前回これなかったですね。またちょっと違うんですかね。で足元は帽子2個分で、またねこれもあります。フットセットでしたっけ、はい、あるっていう感じですね。まあ、足元は広々でこんな感じで、今回ね右側の翼の後ろということで JA06MC って書いてありますね。はい、ということでまだ、ね、優先登場したばっかりですので、しばらく待ちたいと思います。こんにちは、この飛行機のスタッフ会社羽田東京国際空港機26便、3826便とのヨドン航便でございます。手荷物は座席上のもの入れ、または前の座席の下などしっかり固定される場所にお入れください。壊れやすいもの、水漏れの恐れのあるものは前の座席の下にお入れください。非常口付近や通路の手荷物は座席上の戻りに置いてください。今回ね、隣席ブロックブロックですね、横一列、まあ、3の座席なんですけど、いらっしゃらないですね。ありがたいです。まあ、ね、搭乗率はね、本当に全然多くないですね。結構バラバラです。ちょっとゆっくりね、羽田空港に行きたいと思います。この便の機長は高田、パンサーの飛行
離陸できます。シートベルトの着用をもう一度確かめください。でも簡単に今のお子様は膝の上でしっかりとお抱きをしてください。また一人でお座りのお子様のシートベルトも保護者の方が合わせてお確かめください。なお飛行時間は離陸後1時間を予定しております。安全のためベルト着用範囲が消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。
また上野のトイレを開けた際に中の手荷物が漏れ出ることもありますのでお気をつけください。上野のトイレにはお土産袋などよく似た手荷物がございます。ご確認の上お取り間違いには十分ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器をご使用になります。なお携帯電話での通話はお控えください。9月30日までの間、マイレージプログラム、スターリンク会員の皆様を対象に、スターリンクネットワーク紹介キャンペーンを実施しております。詳しくはどうぞ弊社ホームページをご覧ください。ということで、羽田空港を無事到着しました。非常に良かったですね。で今回もね、第一ターミナルなんですね、到着が。いつもね、第二ターミナルなんで、これはこれで楽しいですね。それはね、第一ターミナルの中ですけども、もう夕方、今6時過ぎぐらいですかね。ということで、全然人いないですね。夕方になるとこんなに人いなくなるんですね。もっと遅くまで賑わってるイメージですけども、まあ、今こういう時期ですからね、ちょっと寂しいですね。それではひとまず外に出たいと思います。ということで、無事ね、羽田空港到着して外を出てきました。今回はですね、料金のこと全く言ってなかったんですけど申し訳ないんです。今回はね、今回もですね、 ANA の特旅マイルキャンペーン使って、3000マイルで、関西国際空港からここね、羽田空港まで到着いたしました。今回ね、スターフライヤーということで、第一ターミナルに、到着っていう感じですね。またね、いつも違うターミナルに来れて、これはこれで楽しいですね。今回ね、結構揺れたんですけど、着陸時にもね、結構揺れて結構ビビってたんですけど、全然大丈夫でしたね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。